トリックオアトリート。びっくりした？言ってなかったなと思って。大丈夫だよ、お菓子が欲しいわけじゃないから。ただ言いたかっただけ。みんなに言って回ってるっていうか、気づいたら言ってるかな。この前のハロウィンパレードでは口がかぼちゃになるくらい言ったかも。うん、ハロウィンパレードすっごく楽しかった。ポピパのみんなで仮装して行ったんだけど、仮装して街を歩くといつもと違う感じがするっていうか、いつもとは違う街を歩いてるみたいで新鮮だったよ。あとね、知らない人だらけなのにみんな仮装してると友達みたいに感じるの。そう考えると仮装ってすごいかも。そういえば仮装してる動物もたくさんいたよ。犬とか猫とか、あと鳥も見たかな。それにウサギ、モフモフさせてもらったんだ。可愛かったな。私もおっちゃんに仮装させたいんだけど、どんな衣装がいいと思う？あ、思いついた。おっちゃんにドロちゃんの仮装させよう。ドロちゃんも私が飼ってるウサギだよ。これ絶対いいよね。おっちゃんなのにドロちゃんなの。なんだかうずうずしてきちゃった。帰って早く作らないと。じゃあまたね。できたら絶対報告するから楽しみにしてて。